タイラー・ローレンス・フランスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ダウニー出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウ MLB のシアトル・マリナーズ所属。サンディエゴ・パドレス時代2015年の MLB ドラフト34巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A マイナス・キュートリシティ・ダスト・デビルズで、プロデビュー。66試合に出場して打率。 二百九十四一本塁打、三十六打点、四盗塁を記録した。二千十六年は、a q フォートウェインティンキャップスと、AQ レイクエルシノアストームでプレーし、二球団合計で百二十八試合に出場して打率。二百七十一、十四本塁打、七十三打点、六盗塁を記録した。二千十七年は、AQ レイクエルシノアと a q サンアントニオ、 ミッションズでプレーし、2球団合計で127試合に出場して打率。278、5本塁打、58打点、2盗塁を記録した。2018年は、AA 級サンアントニオとトリプル A 級エルパソチワワズでプレーし、133試合に出場して打率。267、22本塁打、96打点、3盗塁を記録した。 オフの十一月二十日にはルールファイブドラフトでの流出を防ぐために四十人枠入りした。二千十九年は開幕をトリプル A 級エルパソで迎えた。四月二十四日にメジャー初昇格を果たし、二十六日のワシントンナショナルズ戦でメジャーデビュー。二千二十年八月三十日にオースティン・ノラ、ダン・アルダビラ、オースティン・アダムスとのトレードでアンドレス・ムニョス、 テイラートランメル、ルイストレンズと共にシアトルマリナーズに移籍した。2021年5月14日に手首の炎症で10日間の故障者リスト入りとなった。ありがとうございます。